見えちゃいましたか？こちらこそごめんなさいです。よいしょ。すいませんです。洗って返しますから住所と電話番号を。はい。見えちゃいましたか？サバトの豚骨。すいませんです。洗って返しますから、住所と電話番号を。待ってくださいです、草壁桜さん。桜さん、大事なお話があるんです。人気のない体育倉庫に一緒に来てはもらえませんか？行きたくなくても行くんです。死にたくなければ。申し遅れました。私、未来の世界からやってきた天使のサバトと申します。桜くん、どうかサバトと一緒に来てください。それと、あなたの円髄に押し当ててあるのは、シロナガスクジラの旬で黒焦げ、超デンジスタンロット、グリンダルテ。聞いてください、違うんです。ドクロちゃんこそ桜くんを操ろうとしてるんです。天使の裏切り者なんですよ。サバト知ってるんですよ。ドクロちゃんが来てからというもの。桜くんの夜の生活はボロボロで、悶々と眠れない夜を過ごしているってこと。ああ見えてドクロちゃんはガッチリガード硬いから。サバトよくみんなに、サバトちゃんはガード甘いねって言われるんだ。で、サクラくん、サバトと人気のないところへ、信じて。このままじゃサバト今夜は、暑くてほてって切なくて眠れないかも。ではサクラくん、今すぐドクロちゃんの天使の輪っかを外してください。あの輪っかがないと天使はひどいゲリピーになっちゃうのです。さあ、サクラくん、一緒に来るです。ってことです？わけわかんないです。じっとしてればすぐ済むです。闇です。冷たいです。捕まえたです。失敗しちゃったです。死ななくちゃいけないんです。それはさくらくんが未来の世界で言ってダメ。サバトは言うです。ダメ。これは20年後の未来の映像です。これは某女子大の学食です。実はこの映像は不老不死の技術がついに完成してしまった未来の世界なんです。そしてその技術を偶然にも発見してしまうのが、ドクロちゃんはルルティエの裏切り者なんです。未来を変えるために不老不死なんていうものを派遣する桜くんを過去の時点で殺さなければいけないのに。ドクロちゃんは、不老不死の技術は桜くんがロリコンの世界を作ろうと研究中に偶然できちゃった技術だからです。桜くんは全ての世界の女性の外見年齢を12歳で止めてしまったんです。そしたらその人たちは不老不死に。しないで！そんな世界は許されないんです。こんなのにかんやろ！もう失敗しないです。覚悟です。すごく何するでしょ、僕らと話せっす。すごいです。
からお命ちょうだいです。大丈夫です。ものすごく痛いだけで、あとは何も感じなくなるです。それではさくらくん、リパに迷っちゃったんです。さくらくんです。なんでさくらくんがこんなところにいるんですか。サバとは山に生えてる美味しい草や木の実を求めさすらうで、さくらくんどうしたんですか。サバとボスの匂いだけダメなんです。待ってくださいです。カツアゲとは違うんですよ。そうです、やっと見つけたです。静かにするです。もう未来の世界は大変なことになってるんです。あの天使が逆ギレして、もうめちゃくちゃに、あの天使にはさくらくんが必要なんです。早く家に戻るです。さくらちゃんちょうどよかったです。サバトさん、サバトも自発的にさくらくんと未来から逃げたドクロちゃんを追っていたんです。で、もうちょっとのところで逃げられてしまいました。二人はどうやら海の向こうの半島の北の方に逃げた模様です。シノゴの言ってないで早く追うです。サバトはこっちから回り込むです。今回だけですよ。ん、何ですかこれ。はぁ、美味しそうなんです。美味しいです。ポテトはいかがですか。 SML の3つの大きさがあるんです。ポテトが売れない。ならぬ。お願いです、お母様。いえ、バベル議長。サバトちゃん。うわ、サバトはここですよ。ねえ、変なもの見つけたんです。無理です。人が通るには穴がちっちゃすぎですよ。やめてください。そんなとこしちゃダメです。今からダメなんです。もうバースト寸前です。はいです、ありがとうです、お母様。サバトのお家がないんです。そういえば未来の世界に帰るからってお家を資源ゴミに出しちゃったんでした。ということは一から全部作り直して